男子砲丸投げで優勝された福美化学の山本隼人選手にお越しいただきました。おめでとうございます。本日の投擲を振り返りどうでしたか？今シーズン福井で2試合目ということで、何て言うんですかね、とりあえず県記録を出すことができて、嬉しいですけども、自己ベストからだいぶ下の記録になってしまったので、今後、大きな大会があるので、そこでまた県記録をどんどん更新していきたいと思います。今シーズンの目標を教えてください。今シーズンは日本選手権が、6月の終わりにあるので、そこでまず優勝することを目標にして今後も練習していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。